フェクション、星さん。この監督の自伝のようなドキュメンタリー風の作品なので妙に生々しく映像にリアリティがあります。何よりもその生々しさの表現の書き方や映像の収め方がディモールとベネであり見ているうちらのアンコをデロデロにさせて、エモ言わぬ不快感と気持ち悪さを与えてくる大変素晴らしい作品。あらすじは芸恐怖症の母親を持つゲイの黒人のオスが母親と折り合いがつかず26からゲイの不老者の溜まり場で生活するような荒れた生活から抜け出そうと海兵隊に志願するというドキュメンタリー風のシナリオ。海兵隊はゲイ愛嬌と認めない場所なので自分がゲイであることを隠して訓練に励みますが途中ゲイバレしてしまいチームから迫害を受けてもやめずに食らいついて最後には仲間がゲイの主人公を味方をするということで終わります。主役の役者のゲイ演技が素晴らしく上官との色っぽいシーンや最後に倍の上官のシャワー室に忍び込むあたりのシーンなんかは発展場ってこんな感じでゲイってこんな感じなんだろうなぁというのがとても伝わるゲイの監督じゃないと絶対こんなシーンは撮れないといった良い出来です。この映画を見ると B デイルが好きな淑女の B デイルな世界とゲイの世界が全く違う異世界だということがよくわかります。